野口です。今緊急で動画を撮ってます。東京23区、埼玉南部でね、震度5強のね、地震が起きました。いやいやいや、実はですね、僕が住んでる鹿児島でも、昨日、震度4っていうね、地震があったんですよ。なんかこんだけね、地震が続くと、これはね、もしかしたらこれ南海トラフのね、もう前触れかなと思ってね、ほんとびっくりしちゃいますよね。で、しかも僕、ちょうどニュース見てて、そのスタジオがね、ドーンともう揺れてたの見てて、これはやべえなって、これはもしかしたらこれ、もう昔からやってる東京のもう直下型かなって一瞬思ったぐらいでしたね。で、今ももういろんなね、続報が入ってますけど、もうね、皆様のね、ご無事をね、ただもうお祈りしています。はい、本当、東京23区、埼玉南部でね、震度5強の地震がね、で、震源地が千葉県ということでね、マグニチュード6.1ということでした。はい。皆様のご安全を願ってます。では、失礼します。